吉です。学校、部活、受験、就職活動、バイト、仕事、家事、育児、病気、障害、LGBTQ、恋愛、片思い、嫁姑問題、コロナウイルス、大変だよね、無理するなよ。今日は、一応私、美容師なんですけど、美容師が、ダイソンのドライヤー買ってみた。あ、こっちじゃない、こっちか。ダイソンのドライヤー、はい。ちょっと一回飲みますね。まあなんか大きい適度な熱に頼らず早く。あのね、あ、ちょっと待って、あのね、とにかく仕事で髪の毛早く乾かしたいんでね。ちょっとまあ音一時く狭いな。ちょっと開けていきましょう。スタイラーってね、パーマンをウェーブそのまま使うと、このスタイラーがねついてて、まあなぜ紫を選んだかっていうと、ここも紫なんで、他のやつはね、ここはね、ここが、黒だったんで、紫と 赤もこれかな、あとこれが細い酒につけるやつね、これ太いやつ、いい音する。
あのね、スタンドはね、今ね、なんか後で送ってくるとか言ってました。スタンドは結構高くです。これ何？なんかわからない。ゴム。そしてこれが、これくっつけます。まあ、ちょっと取り扱い説明書か。
よいしょ、はい、スイッチはここを上げるとついて、温度はこれ、温度はこれで風量、ちょっとウルさん、ちょっと待って、どのぐらい、またちょっと待って、やってみよう。あ、すごい。あ、でも。あ、ちょっと待って、あ、熱い。長押しで冷風。
ちのこれ長押しでレイフ、長押しでレイフ、これ長押しで冷風で、風はすごい強い、風は、うん、ちょっとね値段がちょっと高いので、あ、でもあれね、イオンドライヤーなんでいいかもしれない、サラサラ、あの、まあ私が今使ってる普通の、仕事で使ってるんだけど、あ、そうか、ここないんだね。うん、まあ、しょうがない。温度はこっちの方が高い。でも風は全然ダイソンの方が強いです。そう。とにかく、あ、でもいい。あの、結構サラサラになる、毛がサラサラになるのよ。あ、いいね。うんうんうん。ちょっと重いな。仕事に使うにはちょっと重いな。でもまあ。気は強いね。うん。うん。結構。本当にね、ツヤも出るね。結構ツヤも出て、イオンドライヤーなんで、あとね、まあとにかくね、私仕事で使うんで、早く乾くのがいいな、いいかもしれない。ちょっと高いね、だいたい5万円します。5万円で、アマゾンで売ってるやつは、なんだっけ、直営じゃないんだよね。アマゾンでね売ってるやつは、ちょっと待ってね、Amazon で、ダイソンドライヤー、ないね。あれ、これか、これ偽物だね。これは偽物ですね。ちょっと待って、これ偽物、本物のダイソンの、あれ、ダイソンの本物のやつが、あ、これキットマンだね。
はないね。ないね。ないね。ちょっと待って。あ、ないね。今ないね。アマゾンで。アマゾンないね。今のところ、ダイソン、偽物しかないな。ちょっと待ってね。ディフューザーしかないな。ですか。ないね。アマゾンで売ってるやつは、なんか違うとかいう話でした。はい、今日は、ダイソンのドライヤー、ダイソンのドライヤー、使ってみました。まあ。プロなんで仕事で使うんでこのぐらい強くないとちょっと重いかな。うん、はい、まあこんな感じで、はい、ダイソンのドライヤーでした。はい、じゃあこの動画を気に入った方、意外でもツヤ出るね。短時間で乾くんで、私は本当に仕事で使うんで、ちょっと重いかな。うん、またちょっと使った感想もまたやってみたいと思います。確かね、楽天は、直営店が、楽天で出してるんで、楽天から買うんだったら買った方が。この動画を気に入った方はチャンネル登録、高評価ボタンポチッと押してください。 Please subscribe my channel、Thank you Patreon and become Patreon become、直員 YouTube メンバー募集してます。じゃあちょっと最後にすごい音したぞな。はい、サラサラになるんでいいかもしれない。じゃあ、グッドナイト。